台湾総統選に迫る中国の情報戦、政治的思惑で魚の輸入禁止も、祖国統一は歴史の必然と習主席。台湾総統選挙は盛り上がりを見せ、各陣営の集会では候補者に熱い声援が送られている。その裏で働きかけを強めているのが中国だ。習近平国家主席は新年を迎える前のテレビ演説で、台湾は中国の一部という考えを改めて示した。中国習近平国家主席、12月31日、祖国統一は歴史の必然であり、台湾海峡両岸の同胞は手を携えて心を一つに、民族復興の偉大な栄光を共有しなければならない。台湾の高級魚ハタを中国が突然輸入禁止。その影響は中華料理の中でも高級魚と知られるハタにも。台北市から南に約400キロ離れた高雄市では高級魚ハタの養殖が盛んに行われている。このハタをめぐり中国による嫌がらせとも取れる問題が起きた。ハタ養殖業者。これを知ったときみんな恐怖を覚えました。私たち養殖業者はとても心配になりました。2022年8月、中国は突然台湾からのハタの輸入を禁止に。輸入したハタから禁止薬物が見つかったという。ハタ養殖業者、中国は禁止薬物が入っているとだけ言い、薬の濃度などはっきりした詳細は台湾にも提供されませんでした。輸入を禁止、全面禁止にしたのです。このような問題は日本でも起きている。2023年、福島第一原発の処理水が放出された後、中国は日本産水産物の輸入を全面的に停止した。中国は日本の水産物の最大の輸出先で、中でもホタテの9割は中国向けであったため大打撃を受けることに。このような規制をすることで処理水の放出に対抗したのだ。台湾で輸出できなくなったハタの養殖業者たち、現在の民進党政権、蔡英文総統が中国に厳しい姿勢をとっていることが原因ではないかと話す。ハタ養殖業者、多くの養殖業者は、これは政治的なコントロールなのでは、と言っています。今の台湾の与党に不満がある、もしくは台湾が中国に、対立的な立場を示しているからではないでしょうか。台湾と中国の関係が良ければ、私たちの生計も維持されるのです。中国と仲良くしなければ、経済的なダメージを受けるというメッセージなのだろうか。中国と融和を主張する国民党 VS 国家防衛を重視する民進党。そして2023年の暮れ、約400ある旗業者のうち、7つのみについて中国が輸入再開を発表した。総統選挙が目前に迫ったタイミングでの方針転換。背景には中国との融和を主張する野党第一党の国民党の働きかけがあったとみられる。国民党国際事務部アレクサンダー・ファン主任。農産物や水産物が中国に制限をかけられたとき、民進党政権は解決法がほとんどなく、真面目に取り組んでいなかったのです。しかし、規制が始まった2022年8月から、国民党は中国と交流し、輸出を最も重要な課題としてきました。国民党の幹部は、中国との交流を重視することで、市民の生活を豊かにしたいと訴える。国民党国際事務部、アレクサンダー・ファン主任、選挙に勝ったら、台湾の人々に関係するような交流の回復に集中したいです。航空や宗教、観光、教育などの交流を中国としたいと思っています。これに対して、与党民進党の幹部は、民進党国際事務部、ヴィンセント・チャオ主任、国民党は中国と交流するだけで平和を維持できると思っていますが、これは相当安易な考え方です。中国共産党による軍事的なリスクがあり、中国の台湾や周辺地域への企みは明らかです。民進党は
国家を守ることが最も重要であると分かっています。自主防衛を強化しなければいけません。蔡英文政権の8年間で防衛費を倍にするなど、軍事力の強化に力を入れてきた民進党。今後もアメリカとの関係を重視しながら、台湾の独立性を守っていくと主張する。中国への格安ツアーで、親中派への投票を促す介入も。中国の介入が疑われる事案は他にも。台湾で地域サービスを担う里長、日本でいう町内会長のような人たちが、中国への格安ツアーに参加していたことが判明。招待していたのは、中国政府の関連機関だった。この問題を取り上げた市議は、中国による選挙への介入だとして訴えている。高雄市、張博平市議。このような交流は非常に多いのです。彼らは中国に招待され、1月の総統選挙で、比較的親中派の政党や候補者に投票することを促されるのです。北京市への5泊6日のツアーの旅行費は、わずか1万3000円。台湾の蔡公権も、この時期に里長たちが中国側の接待を受けたことは、総統選挙に密接に関係していると注意を呼びかけた。台湾総統選に迫る中国の影。1月13日の選挙結果に、どんな影響を及ぼすのだろうか。総統選直前の台湾から最新情報。関西テレビ、吉原貢献キャスター。中国が様々な形で総統選をコントロールしようとしているのではないかという情報があります。ただ現地で市民の方に中国の影を感じるかと聞くと、取材に応じてくれた方はあまり感じないと言っていました。関西テレビ、神崎報道デスク。ですが、中国側による情報操作が疑われる事例があります。中国に厳しい姿勢をとっている民進党の副総統候補がアメリカの国籍を持っていて、その副総統はアメリカの国益を優先してしまうんじゃないかというような報道が出ました。実は、この副総統候補は20年ぐらい前にアメリカ国籍を放棄していたのですが、中国側が意図的に嘘の情報を流した疑いがあると現地報道が出ています。こういう影の情報戦が繰り返されているのではないかと現地報道で言われています。関西テレビ、吉原貢献キャスター。台湾市民の皆さんがそういった情報をどのように受け止めるのかというところもポイントになってくると思います。地元メディアによると、最新の世論調査で、民進党の頼候補が一歩リードしていると情報があります。もちろん国民党が逆転する可能性もありますし、現地取材をすると、若い世代からは、民衆党を支持したいという声も増えてきているんです。三つどもえの様相もあるのではという見方も示されています。また、台湾の国会議員にあたる立法委員も選挙が行われますが、今のところ総統選で有利とされる民進党が議会で過半数を取れないという見方があり、ねじれてしまう可能性も考えられています。ですので、民進党の頼候補はこの後の演説会で議会についても民進党への支持を呼びかけると思われます。この後、本日12日、日本時間の午後8時頃に民進党の最後のイベントが予定されています。そして明日13日に投開票が行われ、結果がわかるのは早くても午後8時頃になると見られています。台湾総統選、中国の選挙介入の異変、痕跡が見えにくく、民進党ホープのスキャンダルのダメージは甚大なものに。台湾総統選は13日、投開票日を迎える。中国と距離を置く与党、民主進歩党の頼清徳副総統を、対中融和姿勢を取る最大野党、中国国民党の江有儀新北市長が追い上げている。中国の習近平政権が台湾統一を公言する中、ジョー・バイデン米政権の高官は、外部からのいかなる干渉や影響にも反対すると言い、中国による選挙介入を牽制した。最終局面で国民党の馬英九前総統が習主席を信用すべき、
台湾統一を受け入れると取材に答えたことが物議を醸している。キャノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二氏は、現地取材から中国による選挙介入の異変に迫った。中国は毎回台湾の選挙に介入してきたが、今回は最も深刻である。中国は明らかに選挙に影響を及ぼして、親中政権を樹立しようとしている。台湾総統選で与党民進党候補として立候補している頼氏は9日、海外メディアに向けての会見で、中国による軍事的威嚇や経済的圧力、フェイクニュースなどによる選挙介入に危機感をあらわにした。当初、頼氏は台湾の世論調査で有利だったが、最大野党国民党候補の候氏が猛追している。中国との関係改善を訴えている候氏を親中と批判して中国による選挙介入を牽制した形だ。頼氏の言うように、今回の総統選における中国の選挙介入は、筆者がこの数十年見てきたやり方とは異なっているように感じた。これまでの中国による介入は、民進党の支持基盤が強い南部の農作物や水産物を買ったり、地元の有力者らを中国に招いて手厚い接待をしたりするなど、取り込みを進めていた。いわば、見えやすい介入だったと言っていいだろう。だが、筆者が今回の総統選前の2022年から訪台して感じたことは、その痕跡が見えにくくなったことだ。